都会釣り三昧です。今日はねキスの投げ釣りに来たんだけど、見ての通りね、これかなり湾内なんだけどザバザバで、めちゃくちゃ濁りもすごくて、で雨も降ってて天気も悪くて、これは無理かなと思ったらね、いました。あ、一匹落ちてる。ほら、いたっていう、もう釣れたところから始まったんだけど、全メとキス、キス、しかもね、サイズいいんすよ、これ。17センチぐらいかな。サイズがいいって言ってもね、17センチぐらいだと思うんだけど、17センチちょうどだね。いいサイズだわ。やった。もう完全に諦めてたのに、いた。全目も大きいしね、いい感じだ。もうこれは無理だと思ってね、帰ろうかなと思ったんだけど。やってみてよかったわ。思いっきり向かい風なのでね、飛距離は出ないんですけどね。5色、5色の中からもう4色。あ、当たってる当たってる当たってる。すごいな、こんだけ濁っててもいるもんだね。おお、当たるわ。風強っ、超寒いんだけど。おお、当たる当たる。状況は最悪だよ。風めちゃくちゃ向かい風で結構強くて、海は激濁りで、この場所でこんな荒れてるの見たことないなっていうぐらいザバザバしてるのに。ほら、全目もキスもちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃったけどいるわ。あ、落ちた。全目が。やったー。こんな最悪な状況でも魚はいる。予報ではね、もう雨も止んで、風もないはずなんだけど、雨はあるし風はあるし、濁りはね、まあ確保してたんだけど、そもそもこの風はね、ちょっと想定外だな。止むはずだけど、多分予報が正しければ。まあすでに予報外れてるんでね、わからないけど。おお、相変わらず当たりはある。投げ込んですぐ。おお、すごいすごい。警戒心はないのかもね、こんだけダバダバで濁ってりゃ。この前思ったけど、カメラで水中撮影しててね、表面がちょっとね綺麗に見えててもね、そこは割と荒れてたりとか濁ってたりとか、でこうやって表面がすごい濁って見えてても、意外とそこはねクリアな時とかもあるみたいで。まあ海の状況もいろいろなんだろうね。ハゼになってきたな。ハゼとキス、ハゼも持って帰るか。天ぷらにしよう、丸ごと。あ、そういえばね、タックルなんですけど、タックルは今日はダイワのトーナメントプロキャスターの AGS35405 に1級トーナメントサーフでやってます。 PE は 0.65 ですね。でさっきまでね、これね、
KK 進化、こちらね、この KK 進化でやってたんだけど、ちょっと浮き上がりが良すぎて、これめちゃくちゃ浮き上がりがいいんだけど、浮き上がりがちょっと良すぎてね、で今日みたいにこうやって表面がねダバダバしてるとね、表面の波でなんかこうもみくちゃにされて外れちゃうので、ちょっと出るなに変えた、ちょっと浮き上がりを抑えた方がいいかなと思って。餌はね4、5回とゴールドどっちも使ってるんだけど、まあ今日はそんな食いに差はなさそうな感じがします。どっちの餌にもね、キスもハゼもゼンメも食ってくる感じ。おお、なんで下向いた瞬間に当たるかな。マコ、おお、いいサイズだ。やば、状況最悪なのにキスいる、ちゃんと。素晴らしいね。しかも型もいい。さっきね全部ゴールドにして、んでキス食ってこなくて、今これ全部石5回にしたらね、キスが食ってきましたね。石5回の方がいいのかも。ほら、いいサイズ、10、まあって言っても18センチ。17.5、17.5 だけど、ふっといね。これぐらいのキスでカラスミ作りたいわ、卵。あれだったらカラスミ作りがいがあるな。キスの卵でカラスミ簡単に作れたしね。また作ろう。あれ、糸受けがすごい。さあ、当たるでしょうか。これも当たってるね。おお、いい当たり。結構ね、竿は引っ張られてるんだけど、あんまりね、思いっきり首振る感じじゃないんだよね、今日。当たりの出方としてはちょっと弱め。多分これ、穂先見てるとね、わかると思うんだけど。おお、あ、キスだ。キス2匹。キス2匹でした。あまりサイズが良くないね。雨はね、止んだけど。おー、いい当たり。おー、いい当たり。曇ってはいるけど。てか寒い、やっぱりちょっと寒いな。日が出てほしいぐらいな感じ。それじゃあね、巻いてみます。いい当たりがあったからね。寒い、本当に寒い。あ、ちょっと雨降ってきた。パラパラしてきた。あ、この下のちょっといいサイズだね。キス、ちょっといいサイズのキス、18センチぐらいあるかもこれ。イエイ。
あ、惜しい。17.5。18センチなかったわ。若干風が収まってきたかな。あれ、ハゼと全目でした。今日はね、結構いろんなって言ってもハゼとキスと全目だけど、で全部クーラーに入れちゃってるので、割とね全部いいんだよね、サイズが。これサビハゼね。これはマハゼじゃない、サビハゼ。こっちはマハゼ。今8時、まだ8時か。何時に始めたっけ。6時半ぐらいに始めたかな。今1時間半ぐらいやって、結構ね今日は楽しませてくれてるよ。こんな状況なのに。さて、まあぼちぼち終わろうかな。これ回収してちょっとキスが薄くなってきた気がする。よし、キスキスキス2匹追加して、はいはい、キスがね、キス2匹追加できたんで終わろうかな。結構いるよね。この前キス70匹以上持って帰ったらさ、後が大変だったから後が大変だし、食べきるのに3日ぐらいかかった。まあ冷凍はしてないけどね。あー、予想外にね、楽しめました。ちょっとなんか目の前にボートも来たんでね、ちょうどいいか。頃合い的に、数的にも満足できたんで、そろそろ終わりたいと思います。それにしてもよくあんな目の前にボート来るような。あれ普通に5色ぐらいのところにボートいるんだよね、真正面。やめよ。いや、こんなね状況悪かったのにね、顔出してみてよかったね、ほんと絶対無理でしょうと思ったのに。はい、それでは帰りたいと思います。はい、今回の釣果はこちら。数えるのがめんどくさい結構いるよね、あんな海の状況でようこんだけ釣れたなと思うけど、キスもね、でかいです。割といいサイズ、すごい。産卵かな、もうちょっとお腹パンパンのやつも結構いるんでね、ちゃんとね数え直しました。下処理の最中ですけどね、ハゼが15、違う、キスが15で、ハゼと全メがちょうど10匹で、全部で35匹でした。ちょうどいいね、この30匹ぐらいがちょうどいいわ。はい、それでは天ぷらと、なんだろうな、天ぷらと煮付けかな、でいただきたいと思います。まあ、飛ぼっか、飛びます、せーの。はい、できました。こちらキスの炙りと普通のお寿司に、キスの唐揚げとハゼの唐揚げ、あのハゼはね唐揚げじゃない、唐揚げ色に見えたから唐揚げって言っちゃったけど、これ天ぷらです。天ぷら衣をねビールで溶いてあって、ちょっと茶色くなってます。でこちらがね全目の煮付け完成です。よし、それでは、ちょっと斜めだ。はい、お疲れ様です。乾杯。ああ、たまらん。ちなみにこの衣で使ったビールは飲んでません。ビールで揚げてみたら、この前なんかいい感じだったから、ビールで揚げてみました。はい、それでは、いただきます。まずは天ぷらからかな。はい、こちら天ぷら、ちょっとあんまり綺麗じゃないでこれね、岩塩を削ってあります。いただきます。ん、衣が落ちた。もうふわとろ、うまっ。あー、うまっ。うめ、ビールでやるとサクサクになる。みんなビールの違和感はないけど、
若干ほんのりね甘めな香りがする。うん、うまい。ああ、最高だわ。こちらはね、ハゼ。頭も骨もついてます。あの、干物にする時の状態ね。骨ごと食べれるかな。食べれるけど、もうちょっとじっくり揚げないとダメだね、これは。揚げが足らん。美味しいけどね、美味しいけど、骨はちょっと邪魔だね。ちょっと揚げが足らんかった。ちょっと揚げ直そうかな、とで。うん、でも味は美味しい。キスとね、ハゼね、似てるようで全然違うんだよね。ハゼはね、ちょっとまた後で揚げ直したいと思います。ちょっと骨がね、骨が生っていうか、うん、ちょっと煩わしいな。さて、お次は全目。全目ね、全目の煮付け、これがうまいんだ。こちら、全目の煮付け、身離れが良くてね、このまま撮っちゃおうか。ちょっと左手でカメラ持ってるんで非常に使いづらいんだけど、こう真ん中にツッツッツッと箸を入れて、ペロッペロッと剥がれます。ほら、簡単。ほら、簡単に取れる。めちゃくちゃ食べやすい。いただきます。うん、ちょっと冷めちゃったけど美味しいわ。よくね、干物に最近するんだけど、開いて松葉おろしみたいにして干物にするんだけど、ほら、もうスカスカの骨だけペロンと取れる。ぬめりにもうまみがあるみたいで、ぬめりを残したまんまおつゆにしても美味しいです。ぬめりがちょっと嫌だなと思ったら、ぬめりを取っちゃっても別に美味しいです。うん、何しても美味しい。みんなね、ポイ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 捨ててる人見るし、僕もポイ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 捨ててる側、捨てるというかリリース側だったけど、これはうまい。でね、今ね、この全目とキス、まあ、ハゼはさすがに放卵してなくてまだで、キスと全目、こちらねは放卵しててね、結構パンパンの卵が入ってたんで、そちらはね、今あのカラスミ作ってます。それはオフレコで動画にはなりませんけど、僕の楽しみで。ああ、全目の煮付け美味しいわ。こちらね、炙りのお寿司です。醤油がつけづらいよね。いただきます。おお、うめえ。シャリもなんかすげえいい感じにできてるけど、いつも適当に作るんだけど。こちら、めちゃくちゃ綺麗でしょ、このキスの寿司。あー、うまっ。最高だわ。あー、最高。あとはゆっくりいただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、全部片付けちゃいましたけどね。今回はね、激濁りで、絶望的な状況でも竿を出してみないとわからないキスの投げ釣り兆候でした。どうもご視聴ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。